こんにちは。6月の27日月曜日の株と為替の売買シナリオでございます。現在、東京時間が15時46分という時間帯でございますが、さて本日の日経平均株価でございます。こちらの方は1万5千枚100円台、200円台を中心とした動きになったというところ。そしてドル円相場の方でございますが、こちらの方は101円台の後半を中心としてというところでございます。日中、日中っていうんでしょうかね、早朝。 えー、アーリー・シドニーという言い方になるんでしょうかシドニー時間の早い時間帯にはぐーっとドル高円安になったような状況でございましたが午後になって、えーまあ、午後というか午後前中年終了からジリ安になってきてるというとこでございますがもう一回ちょっと。 ポンと上がってきてるのは上状況でございますまあ、その辺の解説は後ほどちょっとご案内させていただこうかと思いますがさて今回ちょっと注目しておりました資料の方またいくつか持ってご案内させていただこうかと思いますで、まずはですねこちらの方は日経225の先物指数先物オプションの方でございますけれどもまたまたちょっとご覧になっていただければと思いますこちらの方が向かって左側の方がコールそして右の方がプットでございますけれども えまたまたでございますね、1万7000、1万6500円、1万6000円,円と、えー、それぞれ5000枚を超えるようなコールブルーの動きになっている、そして今度はプットの方が、今までと違います、ちょっとプットの方も動きがかなり強まってまいりました、1万4000円、1七3750円、1万3500円,円と、えー、3000枚、1万4000のプット、これ5000枚の出来高ができているというような状況でございます、ちょっとご覧になっていただければと思います。えー、以前ででごございますけども、えー、こちらの方でご案内させて いただくときにはコールの方がかなり強気ですという,ようにして申し上げましたがご存じのとおり、えー、英国の EU 離脱いわゆるブリグジットになってから、えー、プット派の方もかなり力を増してきたというところでございます。ので 今どちらかというとコールとプット両方でしょうかね。ロングストラドルもしくはロングストラングルのオプション戦略を取っていらっしゃる方がちょっと増えてきたのかなというところがですね、まあ本日でございますが非常に顕著でございました。で、えー、通貨当局も政府要人、まあ、与党からでございますけども、まあ、これ通貨当局、金融庁日銀も含めてなんでございますけども、かなりこの円高に対する牽制というのもかなり今日は報じられてきたような状況でございましたが、基本的にはまあ、基本的 にははといいいう、まあ、それほど大げさなな言い方ではないんですが、えー、先週でございます、週末にご案内させていただきました、竹部の週間為替相場見通し、EU 後の円,だつ円高シナリオというところでは、見解のあまり個人的には変わっておりません、えー、週末でございますの、の各種報道においてせん、ねえー、越ながらあコメントさせていただいたところでもです、ね、まあ、この辺の見解を軸としておりますので、えー、ぜひご考覧していただければというふうにして思います。さてで今回でございますけれども、まあ どうしてもです、ね、円売り期待と <laughs> いうところはこれ、えー、どうしてもマーケットを奉阅するもしくは市場参加者から聞こえてくるところでございますけど、この現実性があるのかどうかというところで、えー、今回のタイトルはこちらの方でご案内させていただこうかと思います。 介入の現実性と AEU 離脱検証というところでございますが、まずはその前に、本日の日経平均採用銘柄での値上がり率ベスト5ちょっとご案内させていただこうかと思いますが、えー、ちょっと目立つところはですね、えー、これ、え、まあ、パルプ製紙メーカーというんでしょうかね、あまり円高の方に、為替に影響がないところが物色されたのかなというところが非常に本日、え、顕著でございました。え、鉄道系のところはどちらかというと割引、収遊切符などの方が交換されたと。 こういうところでございますので、えー、まあ円高、円安、あまりそうしたところに大きくぶれないところが物色されたのかなというところかと思います。まあ、この辺のところがですね、ある意味保守的なコンサーブティブな動きになったのかなというふうにして思いますが、えー、当然、えー、こうしたものはですね、今後も、マーケット、まあ、特に為替市場のブレによってですね、大きくこの辺の動きも、まあ影響してくるかというふうに思います。さて、で、介入の現実性のところでございますけれども、 えー、ウィークリーレポート、まあ、週刊相場見通しのと,ところでちょっとご案内させていただきました。えー、先週のというか、まあ、先週末の動き、ご存知の通り繰り返しになりますが、英国、えー、EU 離脱の方に火を切ったということで、ユーロが大きく売られ、で、もちろん、ポンドの方も大きく売られたというところで、こちらの方は当落率、ちょっとよくご覧になっていただければというふうにして思います。で、えー、ここでですね、ちょっと私、あくまでもこれ個人的な、あ、推察、推考でございますので、そうじゃないよというよ というよなご意見もあろうかとは思いますがちょっとよく最目ですね。まあ、この他、オーストラリアドル円だとか、そうしたものもあるんですが、ちょっとこちらの方ですね、えー、主要通貨ペア、ちょっと、えー、再確認していただければと思います。ユーロポンドにおいては、 ユーロがい,い、ポンド安になって、これ上昇率6.46%。で、ユーロ王子下落した。まあ、要はユーロが売られて5ドルが上がった。ユーロスイスも同様です。ユーロ売られましたと。で、ユーロドルにおいてもユーロ売り、ドル高になってるよというところではマイナス2.38%という当落率ですね。で、ドル円はご存知の通り。 えー、マイナス3.65%。えー、ドル安円高になったと。で、ユーロ円もユーロ安円高。で、ポンドゴードル。こちらの方は、ポンド安ゴードル高。ポンドスイスも同様、ポンドが売られました。ポンドドルも同様です。ポンド安ドル高。で、ポンド円もご存知の通り、ポンド安円高。で、ここでよーく見てみるとですね、やはり、協調介入という期待感ございますが、 え、これ、週刊相場見通しでご案内させていただいた焼き直しでございますが、えー、2014年の8月だったでしょうか、カーニー国衆議院総裁。 やはり英国の経済の向かい風にはポンド高だということをおっしゃってるんですね。で、今般でございます。介入期待というのはございますけども、我が国においては、あ,ーあまりいい記憶ではないんですけどもね、2011年の3.11東日本大震災の後に、円が急騰、円高の時に、円売りの介入を各国協調で入ったという経緯ございます。ここがちょっとポイントでございます。円急騰、円高の時に、 え、介入が入ったとして、まあ、自然災害、まあ、こうした時にもあったのでということで、各国の協調があったわけでございますが、果たして今回、これ、ポンド安なんですね。ポンド急落。ポンドが安くなったことで、果たして、協調介入、もしくは、英国サイドからですね、 勝手にポンドが安くなってる、まあ。ポンドを高くするような介入はしてくれないでくれよって出てくるんじゃないかと。ここがちょっと今までの介入の、特に協調介入を期待するとかちょっと違うんじゃないかなというところです。うん、えー、で、この英国の EU 離脱ということに関しては、うんこれもまあウィークリーレポート、ガワスソみとし焼き直しでございますけども、保護主義だとか排他主義的な動き、まあ先般の週末でございますスペインの選挙においては、 うん、やはり EU の離脱というものに関しては相応の触れ幅でですね、まあ EU 残留の方にというような形で、残留というかまあ、そちらのを支持する方の政党の方が、えーま なんとか強くなった、強くなったというか、そのままステイになったわけではございますけれども、世界的にはこうした傾向が非常に強まっている中で、果たしてですね、それぞれつい先日まで、つい先日とか本当についこの間まで、各国通貨安競争と言っていた中で、なんでうちの通貨を、 高くするような介入してくれるんだということを言われかねないというところでは実際に為替においての介入なんか私はかなり難しいんじゃないかなというふうにして見ておりますさてそうなりますとですねまあこれ基本的には で今日の一部報道などでもございましたけれども、ドル資金の供給、えー、金融システムを維持させるために各国に、うん、寄せ合ってフォワード、もしくはいろんな形でですね、ドルの、えー、資金供給することは、これおそらく、えー、当然自国のところにも、えー 火が飛んできますから、えー、流動性の資金を供給するというような金融システムに関しての強調はあろうかと思いますが、為替においての操作、まあ、操作という言い方を私がするのもちょっとよろしくないのかもしれませんが、果たしてできるのか。で、えー、当然でございます。期待を持ってすると我が国においては、これ本日、浜田内閣官房参与もおっしゃってましたけども、前、まあ、えー 円高においての介入大義、大義と言うんでしょうかねで。政権のためにエイヤーとする可能性はあるかもしれませんが、各国と協調で円を売ってくれるような協調介入というのは、これかなり厳しいよというのは、こちらの当落率、マトリックスでバーッと見ていただいてますけども、要はこれ、 円だけが高くなっているというところでございます。日本のためだけにやってくれるのかどうかというところ、えー、ポンドが売られていることを大義名分を持ってして助けてくれるような、えー、ことをしてくれるのかどうかというのがこれちょっと現実的には問われているんだというところをですね、再確認していただければというふうにして思います。 さて、で、今回の売買シナリオでございますが、そうは言っても、まあ先ほど冒頭に申し上げましたが、101円台のミドルが割れるような動きになってくると、なぜかビットが厚いんだというような指摘感想がインターバンク市場から聞こえてまいります。えー、この辺が、まあ私は個人的な介入はちょっとありえないというふうにして見ておりますが、公的関投資家などを通じてのビットの厚さというのが、101円台の半ばを割らせないような動きになっているのかなというふうにして見ておりますが、ただし一方でも上値重さは、 今までと変わってないというところでございますので、今回は、様子見&、もしくは短期売り買い待ちということで、1の50、2の50の上下限レンジで、えー、2パターンってでしょうかね。えー、2円の50銭、上値の方近づいてきたら、2円の40で売って、1の60で決済買いと。えー、この水準、まあ、大体80銭狙いぐらいでしょうか。そして今度は下に下がってきた場合、1の50水準近づいてきたら、1の60銭で買って、101円の60銭で買って、2円の40銭ぐらいで売り いというような形こちらの方も80戦幅狙いというようなストラテジシナリオを考えていましたただし売った場合でございますちょっと怖いのはそうは言っても各国どういった動きをするのか分かりませんので、えー 利益の値幅はたっぷり狙いたいところではございますが、逃げ道は早々にというところで、1の60でもし仮に売った場合でも、損切りは2円の80銭ぐらいというところ。まちょっとこの辺は深めに取ってるという言い方なのかもしれませんが、リスクとリターンはほぼほぼ同じような感覚で身構えたいなというところでございます。1の60で新規買った場合でも2の40では売る。ただし、1の円の25銭ぐらい。要は30 35000アゲインストになったらもう早々に逃げたいとこういうところが買った場合のシナリオで売りの場合でございます2円の40銭で売った場合1円の60銭で買い戻しはしたいけども今回は40銭ぐらいこちらの方もちょっと浅くですねスッと逃げるようなイメージで今回考えましたでもう一つ今回ちょっと 警戒したいのはですね、夜でございます。えー、転身時間中国でございますけども、えー、世界経済フォーラム、鍵のダボス会議があるとこういうところでございます。ちょっとこれはどういった形での声になるのかわかりませんが、えー、イエレン議長、カーニー総裁、ドラギー欧州ー、中銀総裁と、それぞれのコメントがどういった形で出てくるのか、まあおそらく、えー、市場の で、まあ、盤石性を揃う、揃って言うんだとは思います。そんなに心配しないでよというような言い方をおっしゃるんでしょう。ダメだ、こりゃ、というわけはないというふうにして思いますが、さて、そうしたところでは今までのリスクオフになっていたものが買い戻しになってくるのかどうかというところも一応身構えてということで、ちょっと時間軸でございますが、今回もしトレードするならば、 深夜1時ぐらいまでには一旦終わらせたいというところでの売買シナリオでございます。深夜になってきた場合はというところでございますので自動的にですね、オーダーがオフになるような形での設定というイメージで今回はまずはドル円を、シナリオを考えてみました。 さてで、二つ目でございますが、ドル円の方はですね、ちょっと浅めにというふうにして申し上げましたが、日経225の方はちょっとこちらの方は個人的には強気でございます。強気で見ているけども、15,250円から450円のレンジ感というところでございます、えー。で、当然という言い方はしたら変なのかもしれませんが、参院選も意識してですね、やはり政治の生命線、アベノミクスの生命線という言い方になると、やはり株安というのが一番、これは野党からの まあ攻撃を受けやすいというまあシンボリックなメルクマールベンチマークだというふうにして思います。えそうしたところでは本日もですね、期間投資家などを通じての日経平均株価の支援というのが聞こえてきた状況の中では。 どの程度まで上値を得ができるのかというところをですね、今後も期待を持ってみたいと。えー、まあさすがにですね、PBR 一倍割れるような14,500円台を意識させるような動きにはならないというふうにして思いますが、そういってもまあ当然、えー、相場は水物でございますので、15,250円で買った場合は450円、200円狙いで、え、ディスクの方は、こちらの方は、 え、200円で損切るというところ。ブルーの方でございます。で、オレンジ色の方。逆に今度は15,450円で売った場合でございますが、250円で買い戻し、200円の値幅というところなんですが、こちら、売った場合のところでございますが。ちょっと浅めに見てます。100円のリスクぐらいしか取りたくないというイメージでございますので、買いの方はちょっと と応用に見ておりますが、売りの方は浅めにアゲンスト100円で損切るというところ。で、こちらの方もですね、一応深夜の1時までというところでの売買シナリオを考えてみました。えー、テクニカル的なサポートラインというのはですね、今回ちょっと意識しましたのは、週足、日足、そしてまあ月足、えー、それぞれボリンジャーマンドというところで15,100円から200円台、えー、この辺がちょっとサポートされて 来たかなというところもちょっと期待を持っての売買シナリオというところでご案内させていただきたいと思います。 で、先ほどのですね、えー、ダボス会議というところでございますので、ぜひですね、ちょっとホームページご覧になっていただければと思います。えー、こうしたところでですね、ダボス会議、天津でやってますよというようなお知らせが出ておりますので、えー、ぜひ、えー、直接サイトでご確認をしていただければというふうにして思います。えー、北京時間に合わせると、東京よりも1時間前という言い方になりますでしょうかね。えー、ま、 1>, 1時間時差とこういうところかと思います。さて、そしてもう一つでございますけれども、今夜ご案内させていただきたいのにお知らせが一つございます。えー、田代さん、遠蔵さんとですね、えー、急遽でございますが、AEU 離脱決定どうなる 株ととといいううことでガチンコセミナー特別版というタイトルにはなっておりますが、えー、田代さんと緊急的にこちらのは収録して残念ながら生ではございませんが、えー、収録し次第すぐにですねご案内できるように手配させていただく予定でございます、えー、こちらの方うは入以降でございますけどもこれから田代さんとお収録させていただいてご案内させていただく予定でございますので、えー、ぜひご覧になっていただければというふうにしております、えー、今回でございますけどもやはり EU 離脱という テーマで株買わせ、まあ、そしてニューヨークダウなどもこれから始まってくるわけでございますけれども、そうした動きに合わせてです、ね、まあ、これ、東京金融取引所、ニューヨークダウ上場というところでございますけれども、そうしたものも全般的に含めて、株、為替、全般的なお話をですね、田代さんと。 ちょっとガチンコって言いたいというふうにと思っておりますので、こちらの方もぜひご覧になっていただければというふうにして思います。以上、6月の27日月曜日の株と為替の売買シナリオでございました。